王者の涙を持ちたる者、静かなる水面に抱かれし、母なる体内の奥深く、険しき山頂に舞い降りて、ほこらかに勝負を挑む。勝利を得しとき、そなたは王者の涙を受けん。アシュトンに取り付いた相当の竜を払い落とすには王者の涙と呼ばれるものが必要だった。オペラさんと出会ったり、フレアリザードと戦ったり、それを求めて山岳宮殿に入った僕たちは、ようやく宮殿の一番奥の部屋にたどり着いた。お、王者の涙は？あなたたちは王者じゃないわね。セリーヌさん、確か言い伝えには母なる体内の奥深くの次に、険しき山頂に舞い降りて誇らかに勝負を挑まんですわ。この絵に関係あるんでしょうか？そこの部分はよくわからないんですの。ただ険しき山頂と言われても、神殿はここで行き止まりになってるし。あら、何か書いてありますわ。扉から離れ、鳥と同時に回す。鳥？この子たちのことかしら。よし、やってみよう。ちょっとアシト、扉から離れて。あれ？何？この部屋全体が上昇しているんだ。止まりましたわ。あれは。ですわ。ここが山岳宮殿の本当の終点だったんですわ。じゃあ険しき山頂というのは、おそらくあそこですわ。あ、そういえばアシュトンは？え？元気出して、アシュトン。ありがとう。やめろ！バカなこいつらと一緒にいたくないんだ。せっかくの僕のスープ。セリーヌさん、気になっていることがあるんですけど。
何ですの？王者の涙を手に入れて払い落としの儀式を行ったら、ギョロとウルルンはどうなってしまうんですか？それは言い伝えの最後の部分、もう一度聞かせてもらえませんか？そして誓いの言葉を唱えよ。さすれば激しき苦しみ、方向とともに魔竜はこの世より消滅せん。消滅って、死んじゃうってことですか？おそらくそうだろう。しかも激しい苦しみと一緒にね。ねえアシュトン、本当にギョロとウルルンを払い落とすの？そのために苦労してここまで来たんじゃないか。今さらそんなこと言われても。私だって最初はドラゴンなんか消滅させても構わないと思っていましたわ。でもギョロとウルルンはただの魔物じゃないわ。なんとなく仲間って気がするんだ。でも話もできないのに。あら、話なら何度もしたことがありますわよ、セリールさん。いつ？どうやって？アシュトンが乗っ取られた時。僕が乗っ取られた？ヤフー。ふや、そういえば最近やけに意識を失うことが多いって思ってたけど、そういうことだったのか。アシュトン、ギョロもウルルも悪気はないの。うるさい！3人とも僕に内緒にしてたくせに。びっくりすると思ったし、取り憑かれてるだけでもショックだと思っていたから。君たちに僕の気持ちは分かってたまるか。こいつらは払い落とす、絶対に。アシュトン、先に休ませてもらう。なあ、行くよ。アシュトン、本当に？その話は昨夜しただろう。王者の涙を持つ者は。みんな何かしら。え？人間どもよ、ここは人間が来る場所ではない。引き返せ。鳥よ、なんて大きいんだ。ここは人間が来る場所ではない。引き返せ。ジーネ。伝説の魔鳥ジーネ、魔物たちの王にして絶対不可侵な存在。我々は魔族だ。魔物などという石から生まれた輩と一緒にするな。よし。魔族は人間世界と関わりは持たぬ。魔物とは違う。ものすごい威圧感だ。王者。王者というのは伝説の魔鳥ジーネのことだったんですわ。相当の竜に免じ、命だけは助けよ。即刻引き返すがよい。無益な殺生は好まぬ。され。クロード。命が惜しくないと見える。聞きたいことがあるだけです。あなたが真の王者なら知ってるはずです。相当の竜の命を奪わずに払い落とす方法を。
クロード。教えてください。人間ごときの質問に答える言われはない。教えてください。クロード。教えてほしいんです。アシュトンとギョロとウルルンのために。愚かな。クロード！ジーネ、なぜ誇りある魔族が人間などに手を下す。この者たちは仲間だ。たかが人間を仲間と呼ぶのか。そうだ。人間に取り付いて魔族の誇りまで引き寄せたか。誇りがどうのこうの言ってる場合じゃねえんだよ。共に生きていかなきゃならない時代になったんだ。聞く耳も立つ。お前、僕たちは仲間なんだろう。やるしかなさそうだな。行くぞ。分かった。少しの間だけ私をガードしてくださらない。はい。ここは大技が必要ですわ。はい。赤きテジャスに導かれし火を制す火海王バイニー、銀のアバスに導かれし水を制す水海王アリト、木のプリテイビーに導かれし地を制す地海王アマイモ、青きブアイユに導かれし月を制す空気海王オリエンス、万物を司りし精神、その最も正気せし力をもって我に驚嘆白日の光を与えん。この私に傷を負わせるとは大したものだ。レナ、動かないでください。傷が広がります。なぜだ人間。だってあなたギョロとウルルンの仲間なんでしょ。仲間、それだけの理由で。それだけで十分なのだ、この者たちにとっては。お前も気づいているのであろう、この世界の異変に。エル大陸に落ちたという魔の石の影響でこの世界の至る所で異変が生じ、徘徊するモンスターたち、卑しき魔物どもは我が物顔で長領ばっこしている。この世界は滅びの道を歩み始めているのだ。それも定めだ。仕方あるまい。魔族の王の言葉とは思えんな。定めには逆らえぬ。定めか。だが定めに立ち向かおうとしている者たちもいる。まさかこの者たちが。この者たちは自ら望んでこの異変の原因を突き止め世界を救おうとしている。お前の言うたかが人間にもかかわらずな。それにな、仲間がいるってのは
結構いいもんだぜ。だが肝心のお前が取り付いているその男はどうなのだ。その男は本当にお前を仲間と思っているのか。私は昨日からお前たちを見ていた。その男は斧神可愛さにお前を消滅させる、そう言っていたのではなかったか。ああ、そんなことも言ってたな。そこまで人間を信じるというのか。なんと愚かな。あれは王者の涙ですわ。これは弔いの涙だ。死にゆくお前たちへの。もう大丈夫だよ。戦いは終わりましたわ。あとは呪文を唱えるだけか。よろしいですね、アシト。だってそのためにわざわざみんなでここまで来たんだし。でもギョロとウルルンが。本当にやるのか、アシト。そもそもこんな姿になったのは君たちが原因じゃないか。勝手なことを言わないでくれ。ブギャ、行くよ。我今ここに浄化の儀式を執り行う。我が身の悪しき呪いを清浄なる光の中にさらさ。呪われし我が身を聖水をもって清め改めんこと。この子たち、アシュトンのこと仲間って言ったのよ。仲間がいるのはいいものだって言ってたのよ。清め改めん。アシュトン、僕だって本当はギョロとウルルンのこと。でもここまで来ちゃったら引っ込みがつかなくなっちゃった。ヤフー、ごめんよ。こうなると分かっていたのだな。ふぎゃ、誰も殺さずに竜を払い落とす方法は本当にないんですか。お願いします、教えてください。私はまだ人間というものが信用できぬ。待って、死ね。証を立てるがよい。証、お前たちがまこと信頼に足るものだという証を。その時には。本当でしたらとっくにハーリーの町について船に乗ってる頃ですのに。責任取ってもらえますわよ。責任って？私たちの旅に付き合ってもらうってことですわ。じゃ、一緒に行っていいの？だってまだギョロとウルルンはついたままだし。それに僕たち仲間だろ。